あれ、皆さん、こんにちは、おじさんです。あれ、8番人気ですね。まあ、やってみます。あれ、5番いいな。あれ？掃除ボランティア中、何なんだろうこれ。ああ、バケットの中に魚が入ってるんだよみたいな。あれなかなかいかないですね、これ。固まったかな？あ、行きました。行きます、スプリンダース。あ、今スプリンダースステップって何月にあるの？今何月なんだろう、これ。5倍内が来たっけ。もしダメならゲームオーバーです。もうですね、夏の終わり。外だな。よく見ると外だな。何位だったんだよ。5位にならなかったんだよ、これ。スキル出ませんでしたね。ということで、リセットもう一回やります。できますので、やります。ちょっとお時間ください。リリリリーンとベルが鳴りました。いきなり。ああ、10枠だけダメだな。さっきと一緒ですね。あんまり変わりはないですね。外枠ですね。逃げてもよかったかな。まだやっぱりあれですね、もう少しスピードつけた方が良かったのかな。根性根性ばっかりやってみたんですけどね。また今日も調教がうまくいきませんでした。また頑張ります。今3度目ですね。何度目であれかな、 G1 取れるかな。爆心王で、まあまたチャレンジします。もう初めからもう今にいかにもダメみたいなこと言ったらいけないんですけど、楽だな。せめて内枠ならいけるんでしょうけど、だって人気馬が内枠におるから厳しいよな。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。
もう少しうちにおればさっきと変わり映えないですからね、これなら。スキルも発動しなかったしな。あ、でもさっきよりは位置取りがいいのかな。さっきは5、結構こっちの方にいましたよね。あんまり後ろすぎると追いつかないですよね。タッチだとリルフ足のいいのが。あら、かかってるわ。ああ、かかってるから前にいるんだ。まあ、かかっててもいいんですけどね。前回のレースみたいに抜け前、あの前が団子状態で抜けれないよりかは。あ、かかった。今回は出ました。あー、ダメでしたね。3位でした。とりあえず次頑張ります。高松に入るか。それまでには成長があると思います。今度は抜き切ります。スキルがない。スキルないんですよ他に。さっき取ろうと思ったらあれ、スキルらしいスキルがないんですよね、トローにも。よし、まあこれいきます。一応ライブだけやっときます。一応サインに入ったので。いや、主要にもですね、スキルを覚えさせようとしたらないんですよ。スキルが少ないだけ。何かあればなと思うんですけど、これといった坂道、あ、坂道があるか。坂道しかないな。山登りしかないな。山登りか足踏みか、なんかありましたね、そんなの。登山か、登山適性とか、なんかそんなんしかなかったですからね。よし、とりあえずこれが終わったら今日はおしまいにします。おじさんもまた話を書かないといけないので。ということです。この歌見たっけ？初めてではないはずなんですけど、前に見たんかな。どうだったっけ。とりあえず来年の高松見杯頑張ってみます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価等もお願いします。